皆さんこんにちは、うまこです。今回は本命馬を3着に置いた形の3連単フォーメーションで勝負していきます。視聴者様からこんなコメントがありまして、あえて1着に予想した本命馬を3着に配置することで高配当を狙うという3連単ですね。いや、1着に予想した本命馬を3列目に固定するっていうのは今まで考えたこともない買い方だったので、面白そうだなと思って採用させていただきました。ただ点数は1列目が6等だと20点の間違いですかね。ここは間違ってたらごめんなさいなんですけれども、1列目6等、2列目4等、3列目1等の20点で購入したいと思います。いやー、私のね本命選びに合っているらしいので、予想は変にねこうひねくって考えずにいつも通りにいきたいと思います。それではやっていきましょう。追い出しに入った10番いやー10番3番手でいいよ、コーナーをカーブします。そのままそのまま DMA エメラルド以下直線コースに向かって、前はね7でも9でも大丈夫だから。カイトレッド外には7番西のパープルブリー、いいジャンプ、ハードルにマッチョンしました。並んで飛躍、3番手には10番ザ330内から差を詰める1番 DMA エメラルド、最後のハードル飛躍しました。2頭の追い比べ、わずかに外7番西のパープルブリー、13着で、そして9番上がってくんなよ、上がってくんなよ、刺すなよ刺すなよ、そのままそのままそのまま、先頭は7番の西の、いや頼むさずな、よし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 ある。これから3コーナーを迎えます。前5頭固まりまして残り800を通過、2馬身差4番ディープボー、4コーナーを迎えます。並んできました9番サファリ、2頭並んで第4コーナーをカーブ、直線コースに向かいました。6番の乙女な社長、まだ楽な手応えです。リードを広げます。リードを1馬身半2馬身楽楽追ってくる9番サファリ、食い下がっている。内からは1番のソイジャガー、今3番手、残り200を通過した。4番手は2番の大名浜田、突き放していくね。突き放しにかかる6番乙女な社長、リードが3馬身と開いた。9番サファリ2番手、1番のソイジャガー3番手、粘れるか。6番の乙女な社長、いや本命がね1着っていうのは番手嬉しいはず。3番手は1番のソイジャガーか、最後は外から8番 TM バイタか、差を詰めています。ちょっと強すぎた、さすがに強すぎたか。で3コーナーカーブ、外には7番のエルモストペンドロです。その後は4馬身と切れて後方3頭、3番ハイファイスピード、そして5番コレジェンヌ、4コーナーへ向かいます。外から8番帝王シュパーで並んでいって第4コーナーをカーブ、さらには3番ハイファイスピード、差を詰めて直線コースに向かいました。3頭広がっています。その後には4番のラッキーキャット、そして7番のエルモストペンドロ、大外から5番のマリムの差を詰めてくる。坂は上がった、残り200コーナー通過して頭でいいよ、3番ハイファイスピード、ハイファイスピード抜ける。1番のパリスペンドが2番手、外から追い込んでくる2番のマギーム、3番手から2番手が上がってくる。3番のハイファイスピードゴール、2番手5番マギーム、3番手に1番パリコレジェンヌです。ブラボーブラボー。6番のザ・ハントが今単独2番手に上がりまして、5番の名称点々ちょっと交代気味、内からは3番バンガーグレアーブルです。さらには4番のエンゲージプライド、頼むよ頼むよ、コーナーへ向かいます。頑張ってくれたらある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 、ドッグイズユー4コーナーカーブから直線へ逃げる。8番 TM ライダー、残り400通過、リードが2馬身、まだ楽な手応えです。6番ザ・ハントが2番手、ア
あとはどうか、3番のバンアグレアジョー、おーっと、テイエムライダーがウチラチ沿いに、ウチラチに接触したか、ウチラチぶつかったけど、先頭が落馬しています。さあ先頭は今度は外から1番の北野爽やか追い込んで、北野爽やか6番ザ・ハントが2番手か、あとは牛をついて7番ロックウィズユーですが、1番北野爽やかゴールイン、北野爽やか2番手6番ザ・ハント、3番手は接戦、内7番ロックウィズユーか、外3番バンアグレアブルか、ちょ心配やな。勝って5番のスリーキングス3番手、いいよいいよいいよ、外から来てんね、アスクコモンタレブ4番手、残り600mを通過、さらにはサウスブリック3番手、トントランサー、外8番スルーザナイト、4コーナーへ向かいます。内には6番ネトルの体勢、第4コーナーをカーブ直線コースに向かいました。今度は外を回って5番のスリーキングス、スリーキングス先頭だ、手応えが良すぎるな、残り400を通過している、あとは外から3番のキントラダンサー、キントラダンサー追い込んで、さあ行け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 、先頭に変わる、食い下がる、内5番スリーキングス残り200を通過した、あとは4馬身と開きまして追い込んできた、1番のエンマ今3番手、外には6番メートルの体勢ですが、前に投入されて、スリーキングス、スリーキングス勝った、内からスリーキングスゴールイン、強い。コーナーをカーブします、前2頭並んでいます、5番タマモナポリ、内に3番ハイウェイスター、その外に10番名称タムシバ、並んでいって前3頭、3コーナー中間を通過、あとはモモングール、内控えている2番のゼットレジーナ、第4コーナーをカーブ、これから直線コースに向かいます。ここで10番の名称タムシバ、名称タムシバが先頭に変わった、あとはどうか、いいよいいよ、10頭でいい、10頭でいい、外からはモモングールも追い込んでくる、残り 300m 通過した、さあ10抜けた、10抜けた、よし、お、2番のゼットレジーナ、さらには9番のモモングール、3番の追い込みに新コーナー、5着も追い込んできた、先頭はどうか、2番ゼットレジーナ、ゼットレジーナ、よし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 、ゼットレジーナ、今日いい感じちゃう、これ、入りました600を切ります。最高峰5馬身遅れて10番サンシャインドナー、600は34秒1での通過です。先頭9番ライジン先頭ですが、外並んで11番キービル、12番ウエスタンシーズン、3頭並んで直線に向きました。4番手内を狙って5番のモンシリ、あとは2番のセントキーが交代、ちょっとさすがに後ろすぎるか、3番コンピロカラット、外からは7番ワークソングの追い込み、佐藤上がって9番ライジン突き放す、2馬身のリード200を切った、2番手11番のキービル狙っている、内に切り替えて5番のモンシリ、あと追い込み勢3番手争いが、外から7番のワークソング、先頭は9番ライジン先頭、11番のキービル2番手、9番ライジンゴールイン、2番手11番キービル、3番手5番のモンシェリー、ちょっと後ろすぎた。上がりました、坂を下りながら3、4コーナー中間600を切ります。4番手インコース1番 KI メキラ、こっから2番のララマルチドロア、ね、その外から進出する5番のアリエスキング、4コーナーのカーブです。先頭4番スリングチェイス、後ろを離そうとしている、4コーナーから直線400切りました。これから坂の上り2馬身のリードがあります。外から12番のグランドセントラル、早めに動いた、10番のレイも苦しくなって、5番のアリエスキング、内から1番の KI メキラ、しかし2番手が追いだ、足使って5、12、来い、先頭今日もつけ放つ、2馬身、2馬身半、3馬身のリード、2番手は5番のアリエスキング、それから12番のグランドセンタル、2番手ラス、逃げる逃げる、4番スリングチェイス、スリリングチェイス、今日も、いや今日前のこれね、3番の12番グランドセントラル、はあ、スリリングチェイス2連勝、そうかい、
上がって、その後ろに2番のアドマイアテラ、それから並んでいる8番ナムラフッカー、ナムラフッカーはアドマイアテラをマークするような形で追ってきました。その後ろに3番のウンオーディンがいます。4コーナーのカーブに入ります。先頭4番リッチブラックリード、2馬身から2馬身半、いやでも2番手から5番のラクセン直線入ってこっからいけるいけるいける、あと3着来れるよ。8番のナムラフッカー、伸びろ伸びろ、いい感じいい感じいい感じやけど頭に来たらあかん。ちょっと2位頑張ってくれ、2位頭で粘ってくれ頼むって。ほんで3がもう頑張ってくれよ。あかん2着や。8番ナムラフッカー2着、3番ウィンオーディン3着。粘られてしまった。外14番ビアルークス、あとは3番天のメッセージ、4番サクセスアイ、その後ろに8番のアルトナールです。4コーナーのカーブに入ります。2番のペイシャフラワーマイペースリード、2馬身から3馬身、4コーナーから直線に向きました。400切って坂を上がります。2番手から前を追う15番帝王グランビル、16番のゴールファースト、手応えどこ。14番ビアルークス、それから8番のアルセナールババの中ほど、まだ3番手争いだ。200を切る坂を登り切った。2番のペイシャフラワー止まらないリード、2馬身から3馬身のリードがあります。そこから10番のユハンネス、間から15番ゴートファースト、内からは4番サクセスアイ、1番対決、そんな惨敗するとは思わない。2番手4番サクセスアイ、3番手10番ユハンネス、びっくりするからやめて。のレガレイラはまだ最高峰、前までは20馬身以上の差があります。4コーナーのカーブを出していきますが、600を切る。10番セキトバイーストリード、10馬身以上大逃げになりました。6番レディーバリュー、それからその外に4番のチェレスタ、3番手まだレガレイラ、最高峰の外に出した。4コーナーから直線400を切ります。川田さん頼む、10番セキトバイーストまだ6馬身以上ある。2番手から前を追ってくるのは4番チェレスタ、6番レディーバリュー、あとは内をついて高野イルピーダ、外からは9番ラバンダ、2番手クリンポー、3番手争い、おっしゃ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 、3着来い、聞いたけど待って気づきやって、あ先頭だ。4番チェレスタ2番手か、先頭は2番クイーンズウォークゴールイン、2番手4番チェレスタ、あとは10番セキトバイースト、5番のタガノエルギーだ。鋭い末足、そのリラでした。縦長で4コーナーを目指していきます。3コーナー中間600切りました。1番ペプチロハドソン、8番ウィンガーオード、2頭が並んで後続を4馬身離しています。11番ジョビアン3番手、その外ぴったり13番ヤマニン・ルリュール、早いタイムが出ているダートコースですが、4コーナー回って直線400切って坂を上がる。先頭は8番ウィンガーオード、1番ペプチロハドソン、3着にはなれるんちゃうか。なれるよなれるよ、いいよ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 、頑張れ頑張れ頑張れ、大外追い込みセーバー、オッケーオッケーオッケー、3着で頼む。さらには10番ファイアーティー、41で決まって、2番が内から抜けた先頭だ、外から4番の名勝キット、名勝キット最後方から届くかどうか、2番か名勝キットが内外離れてゴールイン、3番手10番フライヤーテル、おい。買い方は私の予想だとありだなと思いました。
改めてご提案ありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価いただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後に公式 LINE では回収率 120% 超え、さらに1ヶ月で300万円以上の利益を出した AI 自動購入ツールも期間限定で無料公開しておりますので、ぜひ動画下の概要欄より受け取ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。